でも、右側のその下側にあるところですね、今、車間というパネルが座っているんですけど、サイドパネルという部品を今、外す作業に取り掛かっています。はい、サイドパネルの中には、金属でできまして、中とですね、内側と外側で、チェーンがある。時期もあるでしょう、ね、プラスの頭がプラスになってネジの溝で一番軽いアルミのスタンダードあるんだけど、そのまま入っちゃ う、あ、受け側のあれじゃなかったダメだった。しかも本体だから、ショットマンネージャー、どうしようか、ネジロックでやるしかないから、はい、それがもう一つ多分もうちょっと意外。じゃあもうあっという間にメカニックの方も整備するとか。そうですね。ちなみにこの整備っていうのは毎日レースの間はするものですか。はい、あの毎日、夜遅く帰ってくる時もあるとそういうことになりまして、これ片側で300リッター入ります。で、反対側にも同じ燃料タンクが入ってまして、合計で600リッターですね。あ、300、それだけ計4つでいつもレースしてます。300で走るのに無駄な燃料を使っていることになります。で、この車の特徴じゃないんですけれども、まあ、普通のトラック、このキャブの下側にエンジンがついておりまして、まあ、エンジンなんかみたいな、なんか可愛らしい格好になってますけれども、実際のでも市販されているものですと、もうちょっとエンジンが前に出てくる。ですね、あの今エンジン見えてますけど、キャブの真下ではちょっと後ろにずれてる、これ600ミリぐらい後ろにずれてるんですけど、やっぱり重心を真ん中にしたいっていうのがありまして、エンジンの音を少しでも後ろに下げてるような感じです。そして今、これはホロを外してるんですか。そうですね、リアボデー、これホロでできてまして、ここの部分布なんですね。いろいろ試してみた結果、カーボンなんかで使ってた時代もあるんですけど、カーボンよりもホロの方が薄いということもあって、なんと非常に軽いですね。やはりホロという素材の特性上、伸びますから、なんかちょっと走行中とかねじれたりとかしても割れたりとかいう他の素材とはまた違った良さもあるということですね。そうですね、見ての通りぐにゃぐにゃですので、はい、車が砂漠でロールしたとしてもすぐ元に戻ってきたというような感じですね。ただ皆さん、ちなみにちょっとドキドキしているマネージャーの諏訪さんですけれども、そこ離れちゃいけないところが離れちゃったっていうのを今見つけちゃったんですね。はい、見つけちゃいました。はい、これで、解体は終了ということで、早いですね。あらかじめそこで待ってるようにお金払ったりとか、お立ち上げてやると。